今回は小型機器メーカーバイオさんのボルテックスとローテーターのご紹介をしたいと思います。バイオさんはシェーカーやアスピレーターなど小型汎用機器を製造しているメーカーです。バルト三国のラトビアにあるメーカーです。メーカーはラトビアにありますが、修理などのサポートは日本国内で実施可能です。まずはボルテックス装置のご紹介です。バイオさんのボルテックス装置は V1 プラス、V32、MSV3500 の3種類あります。 V1 プラスは小型で1本のチューブをちょっと処理したいときにぴったり、タッチスタートと連続運転の2つのモードで使用可能です。様々なサイズのチューブに対応していて、 0.2ml から 50ml チューブまで使用できます。V32 は日常的に複数本のチューブを処理する場合にぴったり、連続運転とクイックスタートの2つのモードで使用可能です。別売アダプターの仕様で8連 PCR チューブや 10ml チューブもまとめて処理可能です。MSV3500 は大容量チューブにも対応、50ml ファルコンチューブまで複数本処理可能な高性能ボルテックスミキサーです。次にローテーターのご紹介です。バイオ RS24 は速度調整とタイマー機能に絞ったシンプルなローテーターです。プラットフォームは簡単に交換が可能、別売プラットフォームの仕様で 50ml チューブにも対応します。マルチバイオ RS24 は3種類の動きを組み合わせて実行できるプログラム機能付きローテーターです。
回転、反転、振動の動作を単独で、あるいは組み合わせて実行できます。よりたくさんのチューブを処理可能なマルチバイオ RS60 もあります。